続いては社会保障の話です。今度は年金と、今回は年金と生活保護の問題に絞りますけれども、まず年金です。3年前の政権交代の時にも年金の問題になりましたけれども、どうも年金の問題は解決していないんじゃないか、まだ不安は消え去っていないんじゃないかという思いは私を含めて持っている人多いと思いますが、いかがですか。はい、私どもはですね、2007年実施しました、当時は100年の新プランというふうに実施しました、申し上げて皆さんにアピールしましたけども、自公政権時代の年金の抜本改革、これは全く崩れてない、しっかりとした年金財政の基礎を作ったと思っています。でなおかつその時の対策の一つである、基礎年金国庫負担2分の1の財源を確保するということは、今回の消費税、増税でこれで完結しましたので、ある意味で自公政権時代の年金改革が今回完結しました。でこれで年金はしっかりと基礎が固まったと思います。ただ年金の制度っていうのは、実は年金単独で成り立っているわけではなくて、景気経済関係と、あるいは人口の動向に非常に大きく影響します。ですから実は年金を安定させるというには、景気経済のしっかりと好転させるということと、人口対策、少子化対策をきちんとやるってことが重要なんですね。両輪ですね。両輪なんです、はい、ですからどんなに素晴らしい制度、年金制度を作ったとしても、もう景気がもう全然ダメになってしまう、あるいはもう少子化がますますひどくなって大変な状況になってしまえば、それは年金財政もおかしくなってしまいます、はい、ですから今問題なのは、年金財政はもう2007年の改革できちんとやりましたから、むしろ景気経済対策をきちんとやることと、少子化対策をきちんとやるってことなんですね、はい、このことによって結果として年金財政もきちんと安定します。ですからむしろ今年金財政はを云々するよりも、年金改革制度そのものを云々するよりも、むしろ経済対策をきちんとやる、少子化対策をきちんとやる、こちらの方がより重要だと考えます。その経済的な安定成長がっていうことですよね。 そうですね、そこにつながるわけですよね、はい、今度のその生活保護の問題も、これは最近より顕著になってきましたけれども、非常に不公平感を持っている庶民が多いと思いますが、これについてはどうですか。はい、やっぱり不正受給の問題がね、やっぱり一番問題だと思いますね、はい、ですから働けるのに、生活保護があって遊んでるとかね、そういった方はそんなに数は多くないとは思いますけれども、まあ、やっぱりそういう方が目立つ存在といいますか、周りの方にとってはね、まあ、そういう不公平感があると思いますので、やっぱ不正受給の対策をしっかりやるということが、やっぱり一番、まあ、国民の皆さんの、ある意味で不公平感を解消するということにつながると思います。でこれもう一つは、従来 の、ね、生活保護っていうのは、生活保護の世界に入ってしまうとなかなかそこから抜け出せないということがありますので、やっぱもっと自立を促していくと、特に若い世代の方でね、生活保護をもらっている方、それはいろんなリーマンショックだとかいろんなことがあって失業したりなんないっていうことで、受けてるって方がいらっしゃると思いますけど、そういった方にはやっぱり就労支援や自立支援を促していくということで、やっぱりなるべく生活保護から、自立した生活に行っていただく、そういう出口を戦略と言いますかね、生活保護からの出口戦略をきちんとやっていくと、これもやっぱり重要なんじゃないかと思いますね、そこをやっぱりしっかりとやっていくってことが大切だと思います。雇用対策、若者の雇用対策ですね、そうですね、はい、